予想外ですね。渋い。いや渋い。わあ、すごい。ありがとうございます。これが柏スタイルですね。美味しそう。見た目と全然違う。まさに贅沢じゃないですか。カレーがめちゃめちゃうまいです。じゃあ私食べるんで、食べるんでください。いや、サービスくれたよ、サービス。これだと困る。思ったより倍ぐらいのサイズだったな。食べたことないやつ。このコケ、見ちょった見ちょった。毎日ここでいいやっていうぐらいです、本当に。皆さんこんにちは、ジンです。今日は素敵なゲストさんと一緒に日本の美味しい定食屋さんに行きたいと思います。で、ダメだ。あー、こんにちは。こんにちは。私のチャンネルで多分顔を覚えてる方いらっしゃるかもしれないんですけど、仕事で知り合ったジョンさんです。で、名前がテヒョクさんです。テヒョクです。多分こうやって撮影するのはいつも初めてで、仕事で現場で会ったり韓国のいいものを紹介してもらったりしたんですけど、今日は美味しい定食食べたいと思います。定食好きですか？定食好きです。どういう定食好きですか？サバニ定食とか、はい、結構ホッケ定食とか、日本の魚の定食結構好きです。おー、なんか不思議。なんか今日定食屋さんで迷ったんですよ。今ダイエット中っていうのもあるし、でどっちにしようかなと迷ってて、でも初めての定食っていう名前が出るのがサバ定食って結構予想外ですね。渋い。いや渋い、いや渋いっていうか、定食って言ったらなんか唐揚げとかじゃないですか。チキン南蛮とか。あ、でもチキン南蛮とか唐揚げは結構スーパーで買って食べるのもいいんですけど、はい、焼き魚ってなかなか家で作って食べるっていうのが手間暇かかったり、うん、はいはい、家で作って食べてもそこまで美味しくなかったりするので。そうなんですよね。なので今日今向かっているところが魚がめちゃめちゃ美味しそうに見えたので行ってみたいと思います。はい、じゃあ、いやこれすごい人気ですね。いやもう待ってるよ。いやいや、並んでる並んでる。定食屋さん並ぶの結構珍しくないですか？もう並々ならぬお店ですね、多分。うん、結構有名なとこですかね。普通じゃないのかな、やっぱり。ここは、事務所からちょっと離れている和光市の入り口、ギリギリ埼玉と、東京の境目でも、どっちみち埼玉。定食さんが言ってたホッケ、サバ全部ありますね。金だらも美味しそう。うわ、そこすごいぬか漬けじゃないですか。ちょっときゅうりとか入ってる。お、すげえ。あ、影一個だんで。カレーとかしけた。すいません、ありがとうございます。すごい忙しそうです。水はどこで持ってきたんですか？水が持ってきてもらえない。あ、もう、あ、セルフ、セルフ。あ、いやいや、持ってきても、持ってく、持ってく。メニューですね。定食、ホッケ1枚半身、半身と1枚が120円しか差がないですね。すごい良心的な。私はカレーの塩焼きにします。もともと春はカレーなんだよね。お待たせしました。じゃあカレー塩焼き一つと金だらの煮付け。あと定食におかず何ついてるんですか？味噌汁とかついてるんですか？あんな感じです。ごめんなさい、ごめんなさい、あんな感じで申し訳ないです。こちらのおすすめはアジフライとなっております。あ、アジフライ。それください。はい、アジフライ。何枚いる？2つください。はい。はい。はい、あと何かおすすめとか。おすすめは今のとこ、そうですね。アジフライと銀だら、まあ、アジフライ食べてくれれば。わかりました。わかりました。ありがとうございました。食べてみてください。大好きです。そういうお店大好き。ありがとうございます。はい。はい、アジフライって韓国ないですよ。そうですね、見たことない。釣りの雑誌とか見ると、うん、やっぱりチョンゲン釣りっていうのがあって、それを見たことあるけど食べたことが一度もなくて、日本に来て初めて。うわー、すごい。ありがとうございます。これが柏スタイルですね。お水がだってペットボトル2リットル、健康まで考えてくれる。はい、すごい。ちょっと綺麗にいっぱい飲んでください。あ、いいですね。これあとメニューが面白いんですよ。お酒って書いてるけど、あれ多分古い言い方ですよね。酒っていうのが日本酒を昔酒って言ってたんですよね、うん、で韓国で今酒って言ってるじゃん。絶対美味しいじゃん。いろんな雰囲気진짜좋네요。왜왜요？저이런지금오래된일본건물들되게좋아하거든요。되게잘유지하는것같아요。なんかそういうのあるんですか？古着マニアとかなんかあるんですか？ああ、なんか結構古民家。あ、古民家オタク。あ、オタクではない。オタクでそういう雰囲気がちょっと好きですってことで、オタクって言うとちょっと拒否しますね。いい拒否しますね。オタクとは呼ばれたくない。オタクは言われたくない。古民家っていうかあれですよね、趣のある家が好き。そうです、そうです。だからその
昔のものそのもののものが好きっていうことよりは、うん、なんかその古民家も結構綺麗に管理してなんかこうおしゃれしてる、うん、なんか日本の古民家も結構いっぱいあるなと思ってそういうところが好きなんです。だから綺麗に管理してるっていうこと分かるんじゃないですか。そうですね、そういうのが好きだった。マシケタありがとうございます。これ何ですか。銀だら。わあ、カレーなくなってます。え、本当だ。カレーなくなっちゃった。皆さんのために撮影したかったけど、そのカレーはもう私のものです。カレー塩焼きです。はい、ありがとうございます。あ、さっきあそこに寝ていたカレーですか。寝ていたカレー。あ、そうだ。やっぱホッケです。ありがとうございます。ご飯多くないですか。大丈夫ですか。多かったら減らしますけど。大丈夫ですか。はい、優しい。まず出してから減らすっていうシステムすごいいいですね。これパン粉すごいよね。美味しそう。いやーありがとうございます。はい、私はもう味噌汁から。いやそしたら味噌汁から。味噌汁かなり濃いです。まあただしょっぱいじゃなくて、こう出汁がすごい効いてる。あ、うまい。うん。ちょうどいい甘さ。うん。ちょっとこのソースにこれつけて食べたくなる、うん、なんかタレがめちゃめちゃうまいですね。美味しい、うんうんうん、マスター、うん、うまい。本当パッと増すんだよ、ね。うん、カレーは韓国でどうやって食べるかっていうとこで折って食べるんです。尻尾からこう本当に。うお、やばい、めっちゃ美味しい。乾かすんじゃないですか。その時間とかはすごいぴったりだと思う。あと塩もすごい美味しいやつだな。うまい、うまい。本当よくカレーとかは煮物とかにしてもいいけど、塩焼きすごい好きなのがゴミの香りがすごいダイレクトにこう伝わるんですけど、それがカレーだとすごい美味しいです。本当になんかこのこだわりの漬物が食べたい。あ、そうだ、そういえば、うん、さっきのぬか漬けの、そう、うん、めっちゃいいですね、うん、美味しい、うん、ちょうどいいしょっぱさ、うん、めっちゃいい。これはおかわりできないのかな。漬物っておかわりはできる。単品でございます。これ昼からも飲みたくなっちゃいますね、これ、うん、やばいね。ありがとうございます。パスタサービス。 ありがとうございます。ございます。また来ます。お願いします、うん、サービスくれたよ、サービス。自分キュウリが嫌いなんです。嫌いっていうか食べられるけど。あ、じゃあ私食べるんでください。いや食べられるんですけどうん、あげない食べられるけど食べてください。でもあんま好きじゃないんですけど、ここのものはキュウリの特有のその香りがしないから食べやすい、うん、あ、分かる。なんかぬか漬けとか食べてもしょっぱいで終わるものって結構あるけど、うん、これもう味噌が後からこうやってこう香りがすっごい入ってる、うん、あ、ホッケ食べ方漁師風なんですけど、まあ、半分切って、半分切るとこ身が出やすいから、あと半分折れば骨取りやすいんですよ。なかなか取れませんね、うん、これはちょっと取れないね。これ骨せんべい食べれるんですか。食べれる。うーん、めっちゃ美味しい。ちょっと食べていいですか、うん、でもすでに食べてましたよ。で皆さん知ってます、魚は頭の方が美味しいですよ。オドユンミっていうんですよ。魚頭肉っていう言葉があるんですよ。魚は頭、肉は尻尾の方が美味しい。だからよくテールスープとか出てるでしょ、わぁ、このコケ見ちょった、見ちょった。この塩の使い方はとても好きです、この店。わぁ好き。で、日本語のプルマシボラグレですかね。まあ香ばしい、香ばしさ、火の味、うん、私がそれをわざとチャンネルで火の味、火の味って言うから、韓国に興味がある方も分かるんですけど、うん、初めて見る方は何て言うかというと、火には味がついていません。うーん、いやでも韓国は火の味だからな、うん、火味、うん、これ多分温かいけど美味しいです、ね、うん、あ、そうなんですね。ソースをかけるか、まあ、人によってはレモンで使います。あ、まあ、私どうやって食べるのか分かんないんで、じゃあちょっとじゃあかけてみましょう。なるほど。でこうやって食べればいいんですね。これがこの店のおすすめですね、一押し、うんうん、見た目と全然違う。肉厚、うまい。ただのカリカリだと思ったらすっごい肉がしっかりしてますね、うんうん、
とこれも衣が味がついてますよね。多分塩味がついてて、実は普段ソースでしか食べたことなかったから、なんかレモン汁かけて醤油で食べると、結構和風ですね。食べたことない味。結構日本ではレモンと醤油で食べること多いですか？多い。初めて食べた。なるほど。私は基本何もつけなかったりします。ああ、本当塩とか、でもこれからしが合いそうだな。からしつけて、やっぱりうまい。そうですね。揚げ方もすごい上手だと思います。ここ。うわあ、これまさに贅沢じゃないですか。これ見て。これやばくない？皆さん、カレーの身が、卵が、卵ついてるカレー。うん。うん。ホッケの量すごいね。カレー를좀드리겠습니다。이거가져가세요。다가져가세요。너무맛있다。드셔보실래요？뭐먹었어요？다가져가세요。그냥다가져가세요。타라와한국어의대구って言いますね。대구。오。얼마나맛있는데？맛있어요。되게소스가진해요。와맛있다이거。これは酒大を頼みたくなる味ですね。よく定食食べたりするんですか？よく定食食べます。私意外と食べたくてもなくない？お店とか好きなのに、だからすごい久しぶりに食べる感じします。いつもなんか焼肉とかお好み焼き、ラーメン、そば、うどんとかは食べるけど、魚系の定食屋さんって意外となくて、この店ずっと繁盛してほしいですね。なくなると困る。ここ正直言って全部美味しい。いやもう本当久々カレーのこう焼きすごい久しぶりに食べる。こんな美味しいね。久々に食べた。でもう終わりですか？終わりです。早っ。もう全て食べきっちゃいました。美味しかった。カレーも思ったより大きかったです。大きいですね。カレーってよくこう、手のひらぐらいのこれぐらいかなと思ったら、思ったより倍ぐらいのサイズだったな。これあのサイズはあのラグビーボールみたいなサイズですね。結構この身まで味が染みるっていうことはなかなかないんですけど、ね。でもタラって身がプリプリしてるから美味しいよね。マジね。身を全部食べましたね。めちゃめちゃ綺麗に、ね、魚への愛を込めます。いやもう次はぜひ、夜も行きたいし、これからお昼ご飯結構ダイエットしてるんじゃないですか。でもたくさん食べるから太るとかじゃなくて、何を食べるかなんですよね。焼き魚とかたくさん食べれるし、メニューも豊富なので、また来たいと思います。もう本当に毎週あの毎日ここでいいやっていうぐらいです。本当に、ここはいい。営業時間11時から2時半、日曜日と、休日定休日、土曜日はやってる。夜はやってないですか？あ、夜やってないですね。やってないのにお酒代があるんですね。昼飲み？あ、いますよ。昼飲み。ああ、そういうことか。職人みたいな。そのことはあのザラ昭和代表の代表です。お父様ですか？あ、違います。次はもう昼飲みですね。お疲れ様でした。はい。